バグザクッキング来た。でもゴキブリが本当に可愛いです。井上咲楽です。はい、可愛いですよね。可愛いですね。癒されますね。でも食べてしまいましょう。美味しくいただきましょう。よろしくお願いします。先生、今日は何を作るんですか？はい、今日はね、定番の天ぷらです。おお、いいですね。ご起点です。そちらにご期待ください。これはご起点にご期待したいんですけれども、はい、これは黒ですね。これ何ゴキブリでしょうか？これが大ゴキブリ。大ゴキブリ。そうです。エサキ、クチキ、ゴキブリって言います。はい。まあ、両方とも倒木とか、ね、うん、立ち枯れたとか、はい、そういうクチキに暮らしている集団で、結構集団でコロニーで、生活してます。ですから何匹か見つかれば、はい、ここを開くと結構で仲間がゲットできます。ほう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 。プチキ食べてるってことはまた風味もちょっと変わってくるんですか？うん、すごく美味しいと思います。おーおーおー。で、僕もこれ 2,3 回食べたことありますけれども、はい、非常に美味しく食べることができましたの で、 で、多分今日も期待できるシンプルにじゃないかと思います。唐揚げでも美味しいと。そうですね。今日はまあちょっと衣をつけて、はい、天ぷらにしたいと思います。わかりました。じゃあご期待楽しみにしてます。ご期待ください。期待ください。で、先生、これ揚げましょうか？揚げるじゃない、茹でますか？茹でます。はい。これが、このオスとメスはどうやって見分けるんですか？微妙なんですけどね、はい、これお腹のね、先っちょに、はい、第八関節が覗いてるかどうかなんです。第八で、これはおそらく、ここにね、ちょこっと、はい、線が入って、はい、関節が先っちょにぴょっと入ってるのがオスです。へえ。だこれがね、どっちなんだろうね。これはメスですね。これはどっちなの？これもメスですね。メス、はい。で、これがちょこっと出てるでしょ、ほら。ああ、ほんとだ。うっすらと、うっすらとちょっと線みたいな、手相の線ぐらいの。これがオスです。へえ。ちょっと待って、これ子供ですけどね。これオスです。で、これがどんどん先生の手の中に吸い込まれていきますね。オス、ちょっとこれ少し、落ちたちょっとこのオス1匹ぐらい残しましょうかね。はい。それで、じゃあ行きます。それメスですね。それ行ってください。メス、行きますね。はい。はい、ここら辺も行きますでしたら。ボン、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 ボン。これどうするんですか、先生？これですか。これちょっとね、美味しそうなので、はい、持って帰って赤ちゃん生まれるといいかなって思って。でもさっきからこうやって一生懸命どれがいいかなって探してそうですね。まあ、これはちょっとまとめとして、これ何でしたっけ？これは大ゴキブリです。大ゴキブリ、はい、これ一緒に入れちゃいましょう。はい。これエサキクチキ、エサキクチキゴキブリ。これ何匹入れます？はい、1、2、一瞬ですね、もう。3 4こんなもんですか？5 5 6匹ぐらいしてみましょうか、こんなもんで、はい、そんなもんでいいんですか、はい。これは結構しっかりめに、まあ、基本的に天ぷらにするので、はい、そんなに長時間揚げなくてもいいと思うんですけど、ある程度は、はい、まあ、ちょっとやってある程度ましょう。はい。揚げるだけだと足りないですか？ちょっと揚げるだけでもいいんですけども、はい、こうやった方が衣つけるのもつけやすいですからね。ああ、そっかそっか、ね、なるほど、なるほど、なるほど、確かにそうです、ね、だから加工しやすいと思うので、まず、まあ、衛生上の問題もあるので、はい、殺菌も兼ねて。では、例えば素揚げで食べたいっていう時は天ぷらじゃなくて唐揚げで食べたいっていう時は、そのまま油でよく揚げとかでも大丈夫ですか？あ、それでももちろん大丈夫です。そろそろ揚げましょうかね。はい、はい、じゃあどっかに、はい、紙の上、紙の上に乗せちゃっていいんですか？ちょっと水を切りましょう。はい。あ、か、足がやっぱ、うん、引っかかりますね。引っかかりますね。先生、これ匂いが、うん、はい、違いますか？木の匂いします。木のせいですかね。なんていうんですかね、木のほんのりします。森の匂いですね。ね、森の匂いがします、はい、森林の匂い、森林浴をした時の匂いですね。確かに、それだ、うん、それです。はい、匂いだけでもいいですね、これね。ね、芳香剤になりそうな匂いですね。玄関に置いとくいいですね、これ。じゃあ
でもこれ結構まだ足が痛いです。うん、大きい方はちょっと足が気になるので、はい、念のためカットしましょう。はい、足切りを。足切り、これ足切る理由は、うん、結構硬いからということですか。そうですね、やっぱりちょっと疲れたりすると大変です。喉に疲れたりする。確かに私伊豆大島で虫だけを食べて生活するやった時に、はい、全部そのまま食べたんですよ。足とかも、うんうん、まだ動きの足とかも全部食べてたら、はい、最終日うんちから触覚とか足とか出てきました。ゴロゴロ本当にこのまんまうんちに入ってるんですよ。さくらちゃんうんちって観察するんですか。うんち観察する人です。一時期すごい写真撮ってて、それも写真撮ったんでぜひ後で。あ、ぜひ見せてすごい観察します。小学校の時からデジカメとか撮ってたりとかして でもその時に家族の、 デジカメで撮っちゃってたんで、みんなの運動会の写真とかをテレビで見てた時に、はい、それが混じってなんで妹の玉入れ、はい、私のうんちみたいなとさっと出てきちゃうみたいなすごいですね。なかなかそういう家族ないと思いますよねでは足切り終了ですね。はい、さあ今度は衣をつけてあげる風にしましょう。じゃあこの大きいのはもう頭を持ってもらって、頭を持ってちょっとつけていただいて、ちょっとそうですね、このくらいに、はい、そんな感じですかね。なんか、かわいい服着てるみたいそのまま中にいいですか。ちょっとすぐ入れていただければ。おお、スタイルするから結構跳ねますね。結構跳ねますね。なんか脱げちゃいますね。わ、脱げちゃった。脱げちゃいました。脱げちゃった。脱げてしまった。差し込みますか。差し込み方式、ポケットだけあげるみたいな。そうそう。あ、いいかもね。この中にこうやって。どうしましょうね。意外と滑っちゃうね。このシマシマがいいんだよね。うん、これがね、ビューと伸びるんですね。アコーディオンみたいに。伸びるんですか。うん、節足動物なので。で、だから普段見えてない中の部分がこう出てくるから。昆虫全般そうですね。そうなんですか。うん。今回大きめじゃないですね。そうですね。ハチっぽい。だからこうお得感がありますね、伸びるからね。確かに。やっぱりこう脱げちゃうんだね。ね、衣は脱げちゃいましたね。着物を着るの嫌なんだよ、ね。じゃあまぶしましょうか。これちょっとまぶしていただいて、はい、それで試してみますね。まぶして、うん、でもう一回。もう一回つけて。衣をつけて。もうちょっと頭までいっちゃいましょうか、ね、これは。いっちゃいますか。うん、はい。その方が脱げにくいと思う。これならおとなしいですね。おとなしいですね。これもさ、はい、一旦素揚げし、軽く素揚げしてからやる。あー、その方が多分ビヤッと跳ねなくていいと思う。その方が静かになって。じゃあ全部一回素揚げしちゃいますか。一回素揚げしましょう。二度揚げしましょう。はい、はい、おー、わお、やけどしい。おお、伸びた伸びた。伸びると伸びた白いところって衣つけやすいんですよね。あ、ツルツルじゃないので。なるほど。じゃあ一回伸ばした方が。伸ばした方がつけやすいですね。大きくなりましたね。お得感が。ね、じゃあこんなもんで。こんなもんで一旦こっちに。はい。油切って。入れましょう。はい。じゃあもうとりあえずこんな感じで。バッと入れちゃいましょうか。はい。ありがとうございます。これで、あえて、わあ、ゴキブリまみれ。これを、はい、まあ、たっぷりつけて、たっぷりと、はい、よし、まあ、さっきまで元気だったのに今はもう私たちにされるがままですね。おとなしくなりましたね。おとなしくなりましたね。で、あげる感じで。いいですね、この上品な音が。これ普通に多分出したら触覚とかもないから分からなくて、
衣を剥いたらあらゴキブリみたいな。あらゴキブリってわかるかな。あらゴキブリ。だから普通に私実家とか普通に友達とかに出したいな、はい、で食べた後にゴキブリだよって言ったら大丈夫。揚げ物のいい音が。うん、うん、あおおいい色ですね。そうですね、そのくらいの色がついてるといいと思います。これ美味しそう。なんか1本ぐらい素揚げ残してもいいかったもんね。あー確かにトッピングで、うん、ね今生きてるのここ素揚げパッてやった。さっきのなんかありましたね、少し残ってました ね。それもちょっと後で、はい、じゃあ素揚げしましょうか。あ良さそう、綺麗、うん、あごめんなさい。よしおおおお、この色いいですね。いい色ですね。やっぱこの色になると食欲が増進します。増進します。お腹すいきますよね。よし、はい、上がりました。上がりましたね。素揚げを、素揚げしましょうか。トッピング用の素揚げをちょっと、じゃあまあ、あの素揚げ、これだと本当ちょっと分かんないので、はい、素揚げをいきましょうかね。これはさっきの、口木ゴキブリ、口木ゴキブリ、口木ゴキブリの素揚げ。うわ伸びた。こうやるとよく見えますね。伸びる。いきますよ、はい、ほらすごい伸びるね。ほらほら、え、すごいすごい、うん、何これ人間みたいで面白くなっちゃった。倍以上伸びますよね。もう一回やっちゃう、面白い、うん、はまっちゃいますね、これ。おー伸びる。すごい面白い。アコーディオンだ、本当に。硬そうだから、よく焼きで。で、今日スペシャルバージョン。お登場。わーよく見るゴキブリですね、これは。馴染みのゴキブリですね。家に入れて。これもその揚げるとどうなのかってちょっとやってみません？はい、ちょっと。これ特別メニュー、うん、初めて食べます。特別メニュー。一番身近なゴキブリを食べてなかった。そういえば。うわ、なんか、やっぱギョってしますね、ゴキブリ。そうですね。生きてます。これ先生の家にいたんですか？私の家で座ってたり。家に座っていたわけではないと思いますが、あー私もゴキブリ、あー飛ぶ飛ぶ飛ぶ、あー行け、あー早い早い、やっぱり早い、よしこれこれも飛びますよ、ほらすごい、おー羽開いた。ブルブルっとしますね、ちょっと先生がいやーって捕まえてガッとまあこれもあの数日っていうか1週間ぐらい踏ん抜きしてますから。あ、そうなんですか。はい、あの多分覚えやすいと思います。お、まあ、ちょっとしっかりしっかりやりましょう。しっかりやりましょう、はい、先生は普通のゴキブリは食べたことはありますか。あります。どうですか。この家の中にやっぱりちょっと臭みが結構ありますね。あだから消毒液みたいなの用意しますからね。あ、消毒液、うん、だからほらそういう環境にいるの で、 あでそういう物質を作って身を守っている、はい、その物質の匂いだと思うんですよ。なるほど。だから何世代か飼育すれば、はい、多分少しその匂いの緩和できると思うんで。あんまり飼育しようと思わないですけど。そうしたらね、ぜひ試してください他のゴキブリは飼育しようかなって思うけどな。これダメ。ちょっと今の素早さと、うん、この飛ぶ感じはやっぱ異常ですよ。他のゴキブリにはない。他にない素晴らしい特技。めっちゃ飛びますもんね、こうやって。特徴です、特技ですね。こっちに向かってくる時もちょっと怖かったですもんね。確かにちょっと怖がってましたね。はい、まあこれで今日完成。完成。よし、では最後の家によく出るゴキブリを、はい、そうですね、それがあの今日のメインでした。すぐに逃げそうな感じです。そうですかね。そうです、はい、そう、あ、そういうことかね。こうしましょうか。動きがいいですね。はい、完成です。完成です。美味しそう。よし、では食べてみましょうか。どこから行きますかね。うん、
でかいの言ったら。でかいの。これいいですか。はい、いいですよ、もちろん。これはきっと大ゴキブリですかね。大ゴキですね。はい。これがあのコオロギの塩ですね。コオロギ塩。ゴキブリをコオロギ塩につけて、はい、いただきますね。あ、うん、これ風味がとっても自然です。サクサク感がいいですね。うん、サクサク感が全然硬くないですね。足も取ったように柔らかいし、柔らかいですよね。中身も森の香りしますよね。確かに。ちょっと、うん、ナッツっぽい感じです。あ、うん、美味しい。食べやすい。食べやすいです。ですよね。そうですよね。大ゴキはね、本当に美味しいです。甘みもありますね、ちょっと。本当に美味しい、これ。何これ。美味しい。うん、まあやっぱこの味ですね、うん、カシューナッツが一番近くないですか。ナッツっぽいですよ。ナッツっぽい、うん、これ美味しすぎる、うん、いいですか、これつけても。どうぞ。これは多分プチキゴキブリ、うん、味違うかな、うん、どうですか。すごいです、これ全く臭みがない。ない。やっぱり違う。これか。うん。あ、大ゴキブリの方が夏っぽい感じします。大ゴキの方がなんか旨味っていうか、旨味ありますね。ちゃんとありますよね。こっちはいろいろアレンジが効きそうな。ちっちゃいのね。うん。でもちっちゃいけど中身結構詰まってますね、しっかり。ちゃんとね。いや、これも美味しい。これ大ゴキだね、きっとね。うん、くっついてくるくっついてくる、普通のゴキブリ。やっぱり大ゴキ美味しいわ。美味しい、うん、うわぁ、うん、衝撃的な美味しさ、うんうん、カシューナッツが、カシューナッツです、これは。昆虫って大体この木の実のナッツ系が多いんですけど、うん、中でも風味がいい。中にこれは特にそのそういう感じ、うん、強くしますよね。お素揚げ食べてみませんか。そうですね、素揚げのとこにこのアコーディオンがいいよね。ねえ、かわいい。この白と黒の縞模様がね。縞模様素敵ですね、うん。これもいいね、パリッとして。うん、おつまみで、うん、うん、これどんどんいけちゃいますね。これ美味しいな、ね、これこそちょっとエビっぽい感じがします。そうそう、素揚げだとね。うん、美味しい、美味しい。これ取りたて、うん、1月に取った。へぇ、で、飼ってたやつですかね。新鮮、うん、いや、超新鮮。山で採れたやつなんだね。長く山で。あー、で、より新鮮ですね、自然で。うわ、美味しい。で、ちょっと今隠れ気味ですけど。すいません、隠したんですよ。やっぱちょっとどうしようと思って。なんか控えめに隠れてますよね。見つけられた。見つけられた。特別ゲストに隠れちゃってますけど、それ我が家で育てた。我が家でそのいなかったことで。え、匂い結構マダガスカルゴキブリを生臭くした感じです。わあ、ちょっと私これ今までで一番ドキドキするかも。いきますよ。みんなこんな気持ちなのかな、昆虫食べるとき。かもね。うん、どうすか。あー、よく揚げてあるんですごい香ばしいんですけど、ちょっと生臭いです。匂いしますね。若干匂いますね。ますね、うん、まあ、美味しいです。食べられなくないというか、うん、そうそうそう、だからなんか全然美味しい。食べたことあるんですけど、そう、全然ダメっていうことはないです、うん、カブトムシみたいなそういうのはないですから。はいはいはい、カブトムシの幼虫ですよ。まずいです、まずいですよね。ああいう腐葉土というかすごい腐ったなんとかの味ってないので食べれるんですけど、
まあだから先入観ですね。ですね、家に出るとか。まず不潔から血液中のあるんだけど、ちゃんと糞抜きしてますし、その点ではまあいいんですけど、でもまだちょっと匂いがね。ね、匂いちょっと残ります。あげててもやっぱり匂い残りますよね。でもこれから家に出たゴキブリ見方変わりますね。なんか、あ、美味しそうって思うかもしれないです。かもしれないし。美味しい。あ、よかった。連れてきてよかったです。なかなか。あの内山家さんのゴキブリ美味しゅうございました。 ありがとうございましたいや、まあ、本当に、ね、この山のゴキブリ美味しかったですね。ね、やっぱり自然な香りがして、うん、すごい香りが良くて美味しかったです、うん、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。